画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。日本初見実況攻略、本日も行きたいと思います。よろしくお願いいたします。この動画はですね、マイペースに初見実況攻略、日本をやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ステータス、こちらです。レベル62です。まあ、なんか上げ方はフィーリングで上げてるので、その辺は気にしないでください。で、ですね、武器は今、この槍と刀、これでいってます。もうこれがね、安定です、もう、私の中では。私、槍と刀が安定、多分、間違いない。でね、前回このカラステングにやられたので、こいつを倒してから、進んでいきたいと思います。さあ、来い。キック来る。こいつ、体験版戦ってんだよね、一回ね。OK、切っとくよ、ゆっくり。距離さえ取れば怖くない。あっべしまった。こいつの有効打は何なんだ、本当に。届くのあれ、いや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 、ちょっとね、言っとくけど、ぶっちゃけ言っとくけど、ダクソだったら届いてないよ、今の。ダクソだったら届いてない、今のは。だたまにね、食らうのね、それなんですよ、仁王で。ダクソの距離感だと当たるんだよね、なんか知らんけど。まあ、ダクソじゃないんだけど、これ。ダクソじゃないんだけど、なんでこれ、くぐればいいのか。くぐればいいんだ、向こうに。分かった分かった、こっちくぐればいいんだ。ああ、分かった分かった分かった、くぐればいいんだな。こいつ誘発させてくぐればいいんだ、こうやって。ああ、簡単簡単、分かった分かった、もう楽勝だ、もう分かったわ、分かった分かった。おい来い、お前もう分かったよ、攻略法が。くぐればいいんだ、くぐれば。キックを誘発させてくぐる、これキック来ないね。この後来るはずなんだけど、あ、来るよ。くぐれいいんだ、ほら。大丈夫、大丈夫。全然余裕。もう見切った。見切ったよ。大丈夫。届かない、お前の攻撃が。どうする？キック来るよ。さあ、来い。当たんねえよ、そんなの。おい、来い。早く、もう終わりだよ。キックるよ。あー、逆行っちゃった。待て、回復しとこう。危ねえ。違う、左にくぐっちゃう、右にくぐるんだよ。右にまっすぐくぐる、それで間違いない、こいつは。あっ、やばいやばい、油断が死を招く。危ない危ない、当たんないっす、当たんないっす。危ねえ、また左行った。ダメだよ、ウィリアム、そっちじゃねえんだよ。 OK、 倒した。そっちじゃない、左にくぐろうとすると当たる。なんで左くぐっちゃうんだ、右押してんだけどな。うん、足でやってるからかな。両足でやってるからな、今な。私めったに両手使わないですからね、ゲームやるとき。基本的にね、やっぱりハンディを追っていくスタイルですからね。オッケー、いろいろ取った、ゲット。なんか斧取った、今なんもない。今日ねなんかね、ちょっと咳ばんでんすよね。なんか咳がね止まんなくて。お地蔵様、守りください。ああ、どうか、けなげだね。私があなたの地蔵になろう。あなたがお風呂に入っているとき、寝ているとき、悲しいとき、楽しいとき、なんならお着替えしているときも、お部屋で見守っていてあげよう。そう、私は、エロ地蔵です。ダメだよ、エロ地蔵ダメだ。なんで頼んだ。織田の策略で決まっておろうに。織田信長がね、だいぶね、話題に上がってきてますからね。オッケー、終わりだよ。ここはなんだ、ゲット取ります。こっちかな、なんかなんだこれ、なんか前回からねちょっとよくわか、あー、なんかいるな。これバックスタブ取れるんじゃない、これ多分。あれ
あのバックスタブの取り方がよくわかんないんです。痛い。あれどうやったら取れるのあれ。いつも思うんだけど。オッケー。いつもね、赤い印出るんだけど。なんか使うのか、アイテム。なんかそれかもしんないな。よくわかってないのかもしんない。なんか出てきたぞ。なんだこいつ。なんだなんだ。なんか出てきたぞ。危ね。オッケー。よいしょ。致命だ。オッケー。もらった。スタミナが全然回復しない。振り払って、なんかいるぞ。なんだこいつ。あ、ムカつく。やべ。火で死ぬ。火で死ぬ。危ね。火でし。オッケー。ゲットします。この寺もすっかり荒らされてしまっておる。家康様が建てたんだこれ。奥方様も悲しんでるって。あ、蹴るよ、いいんじゃん。え、これどうやって行くの？こっから飛び降りていいってこと？あ、いいんだ。蹴るよん。けー、あっちだよん。じゃんねー。ケロヨン集めしてますからね、私ね。これこっちで、あれどっち行けばいいんだっけ。あ、戻ってきた。あれこれ戻ってきちゃったよ。どこ行けばいいんだっけ。ちょっと待って、こう上行っても意味ないから戻んのかな、これもしかして。こっち戻るみたいな感じ。あんま覚えてない。ちなみにね、体験版でここやったんだけど、言うてもボス倒してないんですよ私。これここあぶね。こいつ吸わせたら、吸わせるとでかくなるから、こいつだ。こいつ OK。 どこ行けばいいんだ。あ、こっちか、こっちか。ここだ、ここだ。多分。ここじゃない？ここ、ここ、ここ。うわ。行きたくねえ。なんだ？あ、来たぞ。なんだこいつ。あぶね。あ、なんか来た。後ろから、あぶね。来たね、こいつら。お、いいね。ダブル打ち。死ね。来いよ。スレ。甘いぜ。槍強いな、マジで。槍だとまとめていける。あ、ケロヨンいた。ケロヨン。ケロヨンを返します。これ何？あ、アイテムか、普通に。奥方様。お板橋や。あ、奥方様死んじゃったんだ。絶対死んでねえよ。危ね。ちょっと待って、これ、こいつ、ちょっと違うな、武器が。武器が違う。危ねえ。もう一回来るよ。2のドスン来る。ちょっと遠いな。距離感が。スン、スン、ドスン来るよ。OK。ドスン来る。オッケー、倒しました。なんとおいたわし。うん、しても旅路、拙者もお供いたします。なんちゅうこっちゃ。さあ行きます。この先だよね。あ、家康のマークじゃない、あれ。ねえ、違ったっけ。やべえだろ普通に。
いろいろとヤバすぎだろこれ。おお、ババ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 、どういう攻撃してるんだ、わかんないわかんない。うわっ、いって、踏んづけられた、いてててててババ、爪か、爪きれいよ、汚ねえな、ババ爪きれいよ、それ汚ねえから、あぶね、どういう感じ、ちょっと待って、わかんないわかんない、マジで危ね、やべ、捕まった、ちょっと待って、回復、すごいな、よく折れないね、その爪。うわ、捕まった、マジか、つかみ攻撃、あ、どこ行った、あぶね、よっしゃ、ちょっとわかんねえわかんねえ、マジで、どんな感じどんな感じ、危ね、ほっ、避ける、うわっ、危ねえ、掴んできた、怖っ、ババア怖っ、マジで、おっ、危ねえ、ババア掴んでくるわ、この野郎、成仏させてやるぜ、いた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 、あー、そういう感じか、なるほど、あー、くそ、距離取ってもすげえ長えな、マジで。危ない、冷静に行く、さあ来い、よっ、何それ、双剣の乱舞みたいなのやってきたんだけど、モンハンのそのパターンもあるの、マジかよ、使われる、あと半分、冷静に行くぞ、ここは、うわっ、よし、下がれ下がれ下がれ、やべやべ、もうなんだよそれ、ムカつくな、それなんだよそれ、スタミナ戻っちゃったか、せっかくのチャンスだったんだけどな、どう来る、あぶね、何か入ってるな、あぶねー、オッケー、払った、払ってどう来る、出た出た出た、逃げて、もうこれ逃げられない、なんなんこれマジで、これなんだよこの連続技、はい、行くよ、もう何回でも行くからな、お前、オッケー、超入るじゃん、強攻撃やばいじゃん、今日の技やばいね、突きついてこれ一発ずつ決めてった方が強いんじゃないの、普通にマジで思うけど、これ決めてった方が強いだろ絶対、ちょっと隙でかいけど、これ決めてこう、これ当ててこう、的確に、超減るんだけどマジで、やっぱ今日上段強いな、普通にやっぱ上段強い、刀のなんだなんだなんだ、どういう攻撃、強っ、すげえ削れんだけど、本当にさすが上段攻撃、危ない、今一回で我慢してよかった、なんだそればっかやってくんな、ジャンプはジャンプ、お前の好きな、やってこないのか、オッケーオッケー、多分体力半分ぐらい減ってくるとあんまり油断しちゃダメなんでね、オッケー、ここでスタミナ切れか、お前結構残念だな、オッケーオッケー、これでスタミナが回復するから、こっから多分ね連続技みたいなのすごい厳しいのやってくるから、オッケー、避けてく、鬼女鬼女来るよ、多分連続技、来た来た、ランブランブランブ、双剣ランブ、危ない、オッケーオッケー、的確に的確に、オッケー、あぶねあぶねあぶね、そこでくんの、オッケー、顔面決めてく、ランブじゃないこれ、よっ、うわ届くのかよそれ、引いたのにな今、ファイヤーファイヤーファイヤー、危ない危ない危ない、ファイヤーファイヤーファイヤー、頭を後ろにやったらファイヤー、
このパターンはランドが来そうな。いいね、オッケーオッケー、誘発してる。あ、もうスタミナないじゃん、油断すなやめよう。こいつスタミナねえぞ。もうちょい、終わりだぜ。あー、終わりじゃないです。危ない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 、ランブ来たらやばい。終わりだな、さようなら。ふん、甘かったな。お母さんだったんだ。で、息子のがいなくなっちゃって悲しんでたみたいな感じね。払ってってあげるよ全部。 OK、 終わりました。鬼女退治、いざ参る、ミッション達成。 OK、 来た。いや結構最初動きが分かんなかった。どうしてかしら、侍はみんな死にたがる、忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。あなたを追ってきたんですよ私。あいつは徳川の家を守るため、愛した妻を殺し、保身のため息子も切り捨てる、血も涙もない男。あいつは兄さんを殺した。私も家康の娘、大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て私は忍びになった。へえ、かっこいいね。嫌いじゃない、嫌いじゃない生き方だ。あいつに会うんでしょ。私は先に江戸に向かうわ。あのタヌキには会いたくないの。理解してる？ウィリアム理解してる？日本語だけど。うん。玉うさぎ。へぇ。玉うさぎだって。なんだろうね。オスなのかな？そういう玉じゃないんだよね。そういう玉とかそういう玉じゃないとか、オスとかメスじゃないから。クリアしました。結構楽勝だったな、ボス。動きがね、仁王のね、ボスってね、なんか不規則なんだよね。来るかと思ったら来ない、来ないかと思ったら来るみたいなね。彼岸花は消え、正気は去った。あの妖怪も彼岸花も徳川家康への恨みから生まれたのだろう。家康、家族を平気で見捨てる男、一体どんな男なのか。なるほどね。はい、じゃあちょっとね、休憩したいと思います。それでは一旦休憩、喉乾いたんで水飲んできます。はい、それではお水を飲んできましたので次行きたいと思います。じゃあメインミッション、背負いしいもの、これ行きたいと思います。それではスタート。ウィリアム、ようやく家康どもに追いついた。家康様に追いついた。お目通り叶うぞ。今度は本物かどうかお主の目で確かめるがよい。家康様に追いついたらしいね。装備はちょっといろいろ変えてきたんでね。まあ、でも刀と槍、もう間違いないです。これ間違いない、刀と槍が間違いない。やっぱね、1対1は刀で集団戦は槍みたいな感じがやっぱいいですね。さあ来ましたよ。どうなってくんだろう。表を上げい。
There's no way a normal man could take this. It seems he's the real thing. タヌキ？犬？何か面白いものでも見えるかの。お主のこと、海賊と落とす者もおれば、まれびとと崇める者もおる。ここは一つ、お主の誠を聞かせてくれるか。I told Ieyasu that I came to Japan in pursuit of Kelly. The man who stole. 一人だけ英語。英会話喋ってるよ。And told him about Amrita as well. ほう、守護霊を取り戻すか。ケリーとやらがわしを狙っておるとなれば、現れるやもしれんの。なるほど。半蔵ともども、護衛も好きにいたせ。ほっ。じゃが。戦のある限り、霊石を狙うやから、お主の守護霊を欲しがるやからはいくらも現れよ。のう、アンジーよ。戦のないよう、作れると思うか。A world without war。わしは作るぞ。その大義のため力を尽くしておる。お主は鬼を斬るその力、何のために使う？I'd never thought about that。まあよい。答えられなかったわ。まあそりゃそうだな、鬼斬ってきてるから。うん、鬼切りまくってきてるからね。うん、なるほどね。鬼を切る力、お主何に使う？なるほどね。私だったらどうしようかな。うーん、おにぎり握る？いや、握らないわ。なんだ、どうした、どうした、争ってる。うおおおおお、ひどいな。あらららら、あらららららら、ら全員美人揃いっていう、このね。潜入してるよ。完全に見られてる。見つかってるじゃん。完全に見つかってるわ。なんで潜入しに行っちゃったの、彼女は。なるほど。なんか佳境に近づいてきたね、話がね。あれ、家康様の覚悟、お主も分かってであろう。分かってであろう。あのようなお方だからこそ、わしも心よりお仕えしておるのだ。さあ、家康様と共に江戸へ参ろう。江戸行くのね。これね。なんだこれ。浄土のし、なんだ。江戸城の城門はケリーの術により固く閉じられし、正門からは入れぬ。ここは急がば回れ。わしに一つ妙案がござる。いささか汚い手だが、致し方あるまい。なるほど。どういうこと？開かないってこと？今喉がカラカラカラってなったからね。なるほど。まあ、あれだよね。結構やすやすとケリーに乗っ取られてるよね。いろんなところね。言うても結構入り込まれてるよ、もう。わしも気をつけなきゃあかんって、結構目の前まで来てたしね、これ。大丈夫？おお。あ、なんだ。どっから押してきたの？入りました。さあ、じゃあ刀と、OK。刀と槍でいきます。おうおう。やしろ。まずは拝んでいきます。さあ、行こうか。よし。
終盤戦も近いぞ。さあ行くぞ。江戸城か、これが江戸城の地下ってことかな。ゲッツ。この絵も言われる匂い。なんだこれ。何も口に含む気になれど。匂い。あ、匂いが出てんだ。くせーってやつか。反対側からです。この匂いは何なんだろうね。この匂いがなんか今回のキーワードになってくるのかな。入ります。なんかいるな。これなんだ。おお、あ、いった。近いよこいつ。それ、玉ウサギ行け。全然ダメージ入んない。ああ玉ウサギあれなんだ、結界みたいなの張るんだ。危ない危ない危ない、やばい。属性ダメがないからこいつめんどくさいな。普通に普通にめんどいわこいつ。あーめんどくせ。オッケーオッケー、属性ダメがないとめんどくさいな。これ匂いは何なんだろうね。これね、一体声ダメみたいな感じ。ゲッツ。クソクソ玉クソ玉。お、なんかダブルたけられたぞ。あ、上からやるか。あいつ邪魔だな。おい、オッケー、強いこの槍マジで。この槍優秀。クソ玉、オッケー。あれクソ玉なかったぞ。こっちはクソ玉。ここクソ玉になっちゃう。クソ玉ったクソ玉った。ブンブンドスン、オッケー。ブンブンドスンくるよ。オッケー、距離取れば楽勝だよね、マジで。弱すぎる。槍が強すぎる。なんか嫌な予感しかしないな。いてっ、やっぱりな。いった、重ねてきやがってこいつ。玉ウサギ頼む、行ってくれ。玉ウサギの結界。 OK、 ナイスナイスナイス。いいよ玉ウサギ、結界効いてる。ナイス、タマウサギ。オッケー、タマウサギの結界、かわいい。やだ、こんなクソまみれで。それは誰も死にたくないわ、こんなクソまみれじゃ。なんだこれ、壊せる感じ。あ、壊せるそうだな、これ。あ、買った。あ、やべ、回復しちゃう。ちょ、ダメだな。ちょっと攻撃力重視でいこう。ここはいいよ。ほっほっ。あ、ダメだ、ちょっと斬新しなきゃダメだ。全然ダメ、スタミナが。あれあれ蹴るよ、違うわ。ちょっと待って、オッケー、壊れた。なんかいる？え？誰これ？あれ？何これ？あ、誰か入ってたってこと？消えたぞ。消えたぞ。消えたぞ。なんだ？幽霊？ちょっと待って。普通に来ちゃったよ。ちょっと待って。こっち、こっちなんだ？こっちの下なんだ？ちょっと待って。クソまみれゾーンが。汚いってそういうことか。クソクソ声だめみたいなところから行こうみたいなことね。こっち何？あ、こっちなんもないじゃん。なるほど。こっちは、あ、ここ、ここから来たんだよね。ここからこう来てこう来たのね。たぶん進む順路、順路、ここ順路。うん、クソまみれゾーンを突破してこっち行くみたいな感じね。 OK、 じゃあこっちはいるな。なんかなんだ、なんか、ん、あ、弓矢だ。弓矢がいる、あそこに。銃だ。くせ。立てよ。立てよ。あっ！ミスった。ちょっと待って、撃たせて。撃たせてからの。オッケー。
で、ここにあれがいるから、危ない、よし、いけ、玉うさぎ頼む、よしよし、玉うさぎの、うわ2匹いる、でも結果張ったから大丈夫、あ、クソクソ飛ばしてきやがる、いいぞいいぞ、入ってる入ってる入ってる、めっちゃ入ってる、いった、重ねてくんじゃねえっつうんだよ、だから危なった、こいつなんか、どれだっけな、どれかが使いやすいって言ってたな、ダッシュ、ダッシュ上段か、ダッシュ上段使いやすいな、確かに、あ、そうでもね、違う、ダッシュ上段じゃないかもしれない、なんか違うな、回復、あー、なるほど、あー、クソまみれの時に回復すると入っちゃうんだ、どういう設定まあ、分からなくもないけど、確かに、やばい、スタミナが、あぶねー、回復ダメなのか、なるほどね、回復できないってことか、ブエー、あ、なんかこれ攻撃した時になんか黄色い玉が出るから、そこが弱点なのかな、もしかして特性じゃなくても、これこれこれ、一瞬なんか露出するあれが弾、弱点、そんな気がしてきたわ、こっちは、あ、なんかある、なるほどね、結構複雑に入り組んでるね、ここで、このドロ男、鼻がひん曲がるドロ男っていうかあれだよね、完全にうんこの塊みたいなやつでしょ、オープン、これ最初のとこのあれかな、ショートカットでつながった感じだよね、なんか方向感覚的に、あー、なんだこれ、なんかいるな、うわっ、危なっ、左にいた今銃が、あれ違うのかな、なんだあれ、やっぱそうだよな、あれどう考えても一発で死んだし、あー、結構地下も道があるな、鬼がいる、鬼が、こいつ倒そう、先に鬼が、こんなとこまで鬼いんの、はい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 、致命だ、さあ来いよ、あ、どうした、ビビってんのか、うん、距離感がなってねえな、オッケー、強やり、マジでマジで安全に攻略できる、なんかいる、まだなんかいるな、どこにいるんだ、危な、あいつか、こいつか、痛い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 、あべべ、スタミナが、なんか重いぞ、処理が、なんだこれ、めっちゃ重いんだけど、なんで、めっちゃ処理落ちして、何この処理落ち、処理が追いついてない、なんか匂いにしては珍しく、なんだこれ、この特にこのクソ団子ゾーンみたいなの見るとすごい重い、え、ちょっと待って、これなんかすごい広、広大じゃない、結構、これ誰、あ、これ敵か、これ敵、敵だ、オッケー、敵敵敵、なぜか敵がいる、このとこに、やばい、しょ、うーってなっちゃうけど、あ、大丈夫だった、こいつ倒さないと、強いな、あ、これダウン狙えるんだ、この技超強くね、面目ない、え、あれ、あ、正気に戻った、あ、なるほどね、正気に戻すんだ、あれで、すごい、うわー、出た、どうすんだっけ、ポーズを一緒にする、それどれだ、これだ、どうだ、喜んでる喜んでる、やった、初めて成功した、やった、ありがとう、やった、戦わないで済んだ、面白い、初めて成功したタヌキ、なんだこれ、何、どこ、もやの裏側じゃん、普通に歩いてこれちゃうってこと、どういうこっちゃ、
そうだ、こっちはもやの意味、もやの意味は、もやの意味、あぶ、びっくりした、何、あーこいつか、普通にいるのね、危ない、あ入る、黄色いとこ、黄色いとこ露出した時に攻撃するとすげえ入るわ、なるほどね、そういうことか、なんだこいつら何やってんだ、なんかむさぼってんな、うらっ、よし刺してく、こいつも刺せるぞ、 OK、 痛い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 、嘘、ここで死ぬ、マジかよ、後ろ取られたからだ、後ろ超入っちゃうんだよね、もう、はい、ということでね、今日はここにしましょうね、結構やったんで、それでは仁王初見実況攻略、次回もやっていきたいと思います。マイペースに攻略してますので、ぜひその辺踏まえてご視聴よろしくお願いします言えてね、それではお疲れ様でした、またね。はあ、どこで死んだんだろう、全然わかんねえ場所、でもここをショートカット開けたからここから行けばいいんだよな、あそうそう、やっぱここ開けたんだ、さっきここ開けたから、あいいんだよね、あこっちだこっち、あケルンいるじゃん、あそこ、ここに、あここだここだ、はいはいはい、わかったわかった、方向が、うー